無理かな。ほら、たまに当たってて全然安全なぐらいのものなんで、あのそういうことをまず僕は俳優なんで考えます。うわー、驚いた。はい、とっちーチャンネル、よーい、スタート。わー、はい、どうも、とっちーです。ね、前回公開した救援式拳銃のプロップガンの途中までの経過報告、これが非常に評判が良くて結構数字が上がってるんで、本当はね、別なことをやろうかと思ったんですけども、とりあえずその続編をお話ししようかと思います。あ、それからね、前回冒頭にね、ちょっとアイキャッチでつけたマシンガン、トンプソンをね、ブル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 って言ってるやつ、あれはね、我が社のね、秘蔵っ子なんですけどもね、10年、いや20年に1回ぐらいしか使わないんだけど、まだ元気です。ね、テレビ朝日が今六本木に綺麗な新社屋ができてますけども、新社屋ができる前、同じところに古いテレビ朝日があったんですよ。でそれを今の新社屋に建て替えるのが2年か3年かかるんで、その間六本木の交差点のため池寄りにね、仮社屋ってのが一時できたんですよ。でその頃だから今からね、僕が30歳越したぐらい、40の手前ぐらいだから35、6年前か、ザッツースリーっていうね、深夜の番組やって、深夜11時からの本当にいろんな趣味みたいな番組で、でディレクターが友達でね、ガンマニアなんですよ。でちょうどJFK なんて映画が公開になった頃で、ケネディの暗殺を検証するみたいな番組があったりで、で万里百カルカノン、今ならね、デコイガンがあるんだけど、当時は何もなかったんで、万里百カルカノン銃を作ってくれって言うんでね、モーゼル 98K からね、作ったんですよ。まだそれもうちに残ってると思うんだけど。ほんで、今度はいろんな趣味の話をやりたいんで、ガンマニア紹介してくれって言われて、で、ちょうどエアガンができて、ガスガンができていて、なんか規制がかかったとかって、うるさい時期でね、ガンマニアさんが非常に神経質になったんで、誰これって、そう、紹介しづらいんで、俺やろうかって、やった時の、じゃあマニアさんだけど映画のプロップ屋さんでというくくりでやろうという、その冒頭にね、ちょっとアイキャッチでね、あれはうちの秘蔵っ子のマシンガンなんですけど、ワルワルワルってやったわけで、その動画が出てきたんで、ちょっと挟んでみました。で、プロップガン自体はね、一番最初に使ったのはね、市川川田町にまだフジテレビがあった頃、新年の隠し芸大会がね、まだすごい、繁華だった頃にね、なんか使ったのが最初です。で、その後ね、天宮啓太監督のゼーラムのイリアのマシンガンの、ゼーラム2か、のイリアのマシンガンの中に入ってるのが、マシンガンです。で、その次はね、またね、10年か15年か間が空くんだけど、石原さとみちゃんのデビューで、私のグランパっていう映画があって、それの中で菅原文太さんが、バリ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 って打ってくれるのが最後かな、映画は。で、なんかモデルガンのイベントとかね、何回か発火させることあるんだけど、まあそのためにちゃんと手入れをしてしまってるんで、まだ多分使えると思います。でも最後に使ったのが多分10年以上前だから。でね、倉庫のどっかにあるんで、今度出てきたらお見せします。あれはね、比較的簡単に作れるプロップなんですよ。なんで普通の方が作っても別に全然問題がないんで、今度そのいじり方を、チャンネル登録者が1000人超えたら教えてあげます。ということで、今日のお話。前回ね、ちょうど光るかな、こうやった方がいいかな、このぐらいのところまでで終わってましたね。で、これぐらいのところが終わってたのを、まあ、黒く塗装すると、あんまり見分けは、これ両方とも電気発火です。これが1号機、これが この間作ってたやつね。2号機というんで、まあ、2丁、うちの2丁揃いになりました。で、まあ、組み立てるとこんな感じで、まあまあ、同じような見比べると、こっちは、一応モデルガンのフレームがベースなんで、非常に綺麗ですけども、まあ、使えますというものが出来上がっております。実はね、近々、どうなんだろうな、まだ言っちゃっちゃいけないんだけど、戦争中の話がまた入ってきまして、軍服を着ない兵隊さんたちの話なんで、ちょっといろいろね、出てきそうなんで、で、作ってるわけなんですけども、で、給与式がね、今ここにずらっとあるんだけど、今、1、2、3、4、5丁あります。
まず1丁、これはアップ用ね、いわゆるモデルガンベースです。ただモデルガンでも壊れづらいように弱い部品を外したり交換したりしてますけども、まあ一応基本的にはモデルガンです。でフロントサイズがいつの間にかなくなったんで、これ今プラファンで作ってるんですけど、これももちろん黒く塗ります。それでこれがね、ウレタン製の全く無稼働の、これはロケンのやつです。あれの型抜きです。型抜きでうちで何丁か作ったんだけども、それの全く無稼働、ただアップも耐えるぐらいの出来にはなっております。基本式のまず無稼働銃で、ホルスターがね、これ今回作ったんだけど、その制服を着ない兵隊さんたちの話なんで、まあ簡単に言うとスパイとかそういう話になりそうなんで、背広の中で着られるようなホルスターというのです。だから後ろちゃんとベルト用で、でここにちっちゃいリーカーが2個ついてまして、これからベルトをつけて脇に吊るショルダーホルスターにもできるような、ちょっと今風のでもちょっと古いホルスターになっております。これもあります。でこの間から作ってる、こっちがモデルガンベースで作った電気発火で、こっちが前回作ってたエンビジ規制のプロップガンでございます。なかなかいいでしょ。こういうところね、こうやって見くらい、そんな 見劣りはしないと思うんですけども、それで今回作ってるのは何かというと、これは何かというとね、サンベルカって僕のお得意のウレタン細工でね、もう落としても投げつけようが何しようが、人の頭を叩くようなシーンが多分あると思うんで、それ用の、もうほんと軽いです。で、ここの声でわかるけど、わかる？これスポンジなんですよ、全部こう。ゴニュゴニュゴニュっとね。で、まだこの辺ディティールがちょっとまだできてませんけど、で、この後、その作ってるところの動画をお見せします。この間も話しましたけどね、作り始めるとね、わーっと作っちゃうんでね、なかなか動画が光るな。これ、わかります？そのサンベルカで作ってる。まあ、こういうふうにね、いい加減に積層していくわけですよ。今回のネタは、ここにね、グリップのチェッカリングがついてるでしょ？こういうの付け方というのを、この後お見せしますんで。で、これまだ、この辺のディティールがちょっと甘いんだけど、前、この後、作る方が先に撮ってるんで、今日はここでおしまいって言ったんだけど、エンビックの水道管が出てきたんで、一応バレルを仮付けしてみました。だいぶシルエットは良くなってて。で、まあまあ、こうやって見ても、そんな、これ、まあもちろん、黒く塗りますよ。黒く塗ったらね、動いてればまず分かんないと思う。持ってる分には。で、こうやってもう、こうやって、顔に当たってて全然安全なぐらいのものなんで、そういうことをまず僕は俳優なんで考えます。それで、それ用のホルスター、さっき作ったホルスター以外にも、布製、革製、これは左利き用。で、これが右利き用の、これは多分、本物だと思うんですよ。中田商店とかあの辺のレプリカではないと思います。それから作った左利き用と、布製と、それからさっきのショルダーホルスター用のホルスターがあるんで、ホルスターが全部で4つありますんで、関係者の皆さん、これを見ながら小回りとか芯割りをしてください。ということで、お待たせしました。今日の工作の芯を始めます。どうぞ。サンベルカウレタン製のね、まあフレームとグリップが完成しました。でね、ここにもこう、なんでこれ、トリガーバーかの溝がね、これ今カッターでね、ピューピューとね、そうね、切り込みというか、そうね、本当に1ミリもないな、0.8 ミリぐらいのこう、切り込みが入ってます。で、今からこの、グリップのね、チェッカリングを入れようと思います。この細かいチェッカリング、要は、これね、これの感じをね、まあ、ここに、つけようというわけで、なんかいい方法ないかなと思って、はっと思いついたのが、このカッターでね、ここにこう、細かな刻みを入れて、で、ドライヤー、ヒートガンで炙るとね、それがうまい具合にこう出ると思うんで、ちょっとやってみて。まずね、この縁のね、この今この赤い線でこうずっとあるとこを、このカッターの先でピューっと、そのね、0.5 ミリ、1ミリ弱、切り込みを入れようと思います。ほんとこんな感じ。
ピューピュー。それでね、チェッカーリングに今切り込みを入れてます。で、オリジナルね、本物ほどね、細かく入れなくても、まあ雰囲気だけ入れとけばいいかな。だいたい撮影の時はね、グリップなんてのはね、握っちゃうんですよ。で、握って一番見えないとこなんで、まあ雰囲気だけこう入れていこうかと思います。だいたいこう、アバウトね、実際にこう測ったってね、どうせ合わないんだからね、ちょっとずつこう。で、今、この角度に入ってます。で、これをクロスにこういう角度で今度入れていきます。で、端っこからずーっと下まで入れていきます。それで、ヒートガンです。ヒートガンってのはね、ドライヤーの強力なやつね、工業用ドライヤーってのかな。で、大体そうだよね、お値段って言うと、大陸製の安いやつだと3000円ぐらいかかるかな。これはね、もうちょっといいやつ、5000円ぐらいかな。でも、これあるとね、便利ですよ。で、今、見てわかるかした？こういう風に、格子に切れ込みが入りました。で、これをね、今からこのヒートガンでね、炙るんですよ。で、あんまり近くにやると焦げるんで、まあ、良きところで。これがね、この変化が生で見てもらわないとわかんないんだけど。ほら、わかるかな？チェッカーリングが浮いてきたでしょ？で、ここのところね、トリガーバーのね、この溝もね、こう切り込み入れておいたんだけど、それからここのなんていうの、プレートのこれも、赤い線があるんでよくわかんないかもしれないけど、ちゃんと一段凹んでます。こういうふうにね、なるんですよ。サンベルカっていうか、普通の100円ショップで売ってるヨガマットなんかでも同じようなことにはなります。なんでこれちょっと試してみてください。で、反対側、右側もね、一応こう、切れ込みを入ってます。切れ込み入ってます。もう一遍やってみます。ヒートガンです。見えるかな？ほら。わかります？デコボコが。これ、こんなに出てくるんだよ。本物よりだいぶ粗いですけどね。本物は、これの、まあ、半分ぐらいの、幅なんだけど、まあ、こう、なんかでパッと打つときね、何もないとのっぺらぼうに見えるんで。で、こういう穴を先に開けちゃうと、ここが歪むんで、穴とかは最後に開けます。ということでですね、コッキングピースも、あらかたつけて、まあ、フレームらしい感じになってきました。ほら。こっちか。なかなかいい感じでしょ？で、トリガーなんかはね、まあ、こっちがほじくってもいいんだけど、まあ、ほじくらないで、こう握っちゃえばわかんないということなんで、まあ、このぐらいにしておきます。あと、重心がね、これは塩ビ管でやろうと思うんですけど、18ミリの外径の塩ビ管がいるんですけども、今、どっかに買い置きがあるはずなんだけど、見つからないんで、とりあえず、今日の作業はこの辺までにしとこうかな。まあ、あと、ここのマガジンキャッチとかね、この辺の、出っ張りは今から、造形しますけども、とりあえず、ウレタン製の投げ捨て用モデル、兼、ホルスターダミーができましたというところでございまして、今日のトッチーチャンネルはここまででございます。To be continues. はい。トッチーチャンネル、OK! またねー。うわぁ、驚いた。